もしもし。ああ、キリュウちゃん、私、レイナよ。ああ、どうした？伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。わかった。すぐに行く。それじゃあ、早く来てね。ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ？さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよ、バカ！何何？さやって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。ねえ、おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、さや。すぐに見つかるって、行こう。さや。ちょっと！伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。ちくりたきゃちくりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さあや。おじさん、サヤの味方？多分な。そっか。実はね、サヤ、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえ、おじさん、あの子ヤバいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？あ
くよって。おお、いらっしゃいませ。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい。そうかい。で、注文はしないのかい。そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。ふん、分かりやすい質問だな。も分かりやすい質問だったか。そうだよな、気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。おお、なんだよ。おっと、危ねえだろ。キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか。いや、翔太ってのは来てるから。ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか。さや、お父さん。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫。さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ。今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それはお父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん。くそ。な、何よあんたたち。さや。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金。ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。
キリュウ。お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。